自分で作ろうキッズクラブ DIY へようこそ。皆さんこんにちは。今日はですね、テーマをスイカにしていろんな美味しいものを作っていきたいと思います。美味しいものですよ。さあ、まず一つ目のアイディアはスイカのカップケーキです。すっごく可愛くできましたね。このチョコチップをまぶして、スイカのクリームと緑の部分のカップケーキです。で、このね、マフィンの型、これですね、これを用意してもらって、あとスイカジュースを私は用意してみました。もしないよという方は別のね、フルーツのジュースでも大丈夫です。で、できれば赤い色のジュースを用意してください。で、サラダ油が 50ml、 卵2つ、そして 140g 小麦粉に、ベーキングパウダーですねを用意してください。では2つの卵とお砂糖をかき混ぜていきます。そして小麦粉ですね、あ、さっき言い忘れましたね、砂糖は120g 使っています。で、ベーキングパウダーはスプーン2杯分使ってください。で、全部の材料をしっかり混ぜます。そしたら 70ml このスイカのジュースを入れます。で、重要なのがこれ生地緑にしますから、緑色の食紅を用意してください。で、中に入れて混ぜたらカップケーキのところに生地を入れていきます。だいたいですね、180度で20分焼きましょう。で、その間にだいたい 150g の粉砂糖と、50g のバターを用意してください。まずこのバターもしくはマーガリンをよくよくかき混ぜます。そこに粉砂糖を入れて混ぜます。で、そしたら食紅を入れて赤くします。で、もちろんね、やりたいなという方はこのスイカジュースをちょこっと入れてあげてください。そしたらスイカのね、味になりますからね。さあ、クリームと、マフィンが出来上がりました。早速デコレーションしていきたいと思います。クリームをだいたいこうやってね、ナイフですくって塗ってあげるとうまくいくと思います。で、最後にこのチョコチップを乗せてあげましょう。そうするととっても美味しそうなケーキですね、スイカのカップケーキが出来上がりました。すっごい可愛くできましたね。さあ、2つ目です。スイカをテーマにした DIY ですけれども、まず、ここに用意したのは甘いもの、そしてお皿で、赤いこの紙ですね、折り紙みたいなやつです。それに、黒いペン、そして緑のペンですね。そしてパンチを用意しました。まずこの紙皿を半分に折ります。で、ちょっとだけね、折り線をつけてあげるだけで大丈夫ですよ。で、そこにハサミを入れていきます。で、次はボンドを用意してもらって、この縁のところにぐるっと、よいしょ、ボンドをつけてあげたら、さっき切ったもう半分のお皿を重ねます。で、よーくくっつけてあげたら乾かしましょう。よいしょよいしょと。で、このメロンですからね、緑色のマーカーでこのお皿の縁のところを色をつけていきます。
よいしょと、このね紙に合った緑色をまた選んでくださいね。ちょっと私のペンが薄いですから、この私の用意した紙、赤い紙といいかなと思ったんですけれども、そして次赤い紙をつけていきます。私がこのね使う紙っていうのは、例えばあの何ですかね、飾りとかを作るための紙、薄い紙です。で大きいんですけれども、別にねみんなは普通の紙でも大丈夫ですよ。でそれをこういう風に蛇腹風に折っていきます。1回折って、でもう1回後ろに向けたらこうやって折ってと重ねます。もう1回で、それぞれこういう風に段々になるように太さを変えていってください。わかりますか？蛇腹だけどこうやってね長さを変えていきます。そしたら角を落としましょう。このぐらいかな、ちょうど合うでしょうか。よいしょと、もしね長さ足りなかったらこんな風に足してあげましょう。ちょっとでこれを貼っていくんですけれども、あんまりべったり貼らないようにしてください。このねひらひらがいい感じですから、ちょっとだけボンドつけてあげて軽く貼るだけでいいです。これで出来上がり。でそれをこの今ね折ってあげた蛇腹のところに一つ一つつけていきますよ。でそしたらこれを裏側全部ボンドつけて貼っつけます。よいしょと、でここでハサミの登場ですよ。ここでパチパチパチとハサミを入れていってあげたら、じゃじゃん、かわいいですね。フリンジ風のスイカが出来上がりました。でそしたら私のこのねやつにはスイカの種も入れていきます。そしたらこうやってパンチで穴を開けてあげて、一つはここで、でその反対側の反対側、まあ斜めですね、斜めのところにもう一つ穴開けてあげてリボンを通します。私はリボンをね赤にしました。合いますからね。よいしょ。でそしたらこの中にさっき用意したお菓子を入れてプレゼントになりました。どうでしょうかね。甘いものが入っているスイカのバッグ。こういうのね、サプライズにちょうどいいですよね。自分で作ってあげるとお友達も喜ぶと思います。こう自分で作ってスイカをテーマにお菓子をプレゼントしてみましょう。さあ、皆さんこのね2つのアイディア気に入っていただけたら嬉しいです。そしたらぜひいいねをしてください。でチャンネル登録をしてくれたらいつでも新しいビデオが見られるようになっています。たくさん新しいビデオをアップしていきますので、ぜひぜひみんな一緒に、DIY をねしていきましょう。他にも海外のおもちゃをたくさん紹介していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次のビデオで会いましょう。